初めからバントの構え。ファースト前にダッシュ、ピッチャーの前、サードを指示する、送球それました、戸上の送球それています。松田ホームイン、1点追加、貴重な1点がホークス入りました。5回の裏、戸上のミスによって入りました。まあ、キャッチャーの隅田にもすぐサードを指示しましたので、タイミング的には案外もうアウトにできるタイミングだったのかもしれませんが、はい、送球がそれました。この辺りのフィールディングですね、やっぱり自分で自分の足を引っ張った形になりましたね、まあ、完全な正面ですからね、これは間違いなく、はい、おーサードですですよね。ちょっと飯田コーチの方投げましたね、ずれるっていうもんじゃないですもんね。もう引っかかったとしか思えない感じですね。まあ、ユニフォームが違いますから間違えることはないと思いますが、ね、以前どっかロッテかどっかがユニフォームが似てたんでみたいなことを、ね、はい、言った時がありましたけども、まあ、そういう言い訳はちょっと聞かないですね。この件に関しては、ね、いやこれもソフトバンクにとってラッキーな一点がありましたね、はい、これは大きいですね、相手のミスからやはり中押しが取れたということは、